さあここからはですね、いつもは隔週金曜日にね、お届けしておりますこちらのコーナーは、おじきこと須田慎一郎さんに地上波のメディアではとても伺うことができないようなあれやこれやにつきましてたっぷり教えていただきましょうということで、須田さん、今週の社会の裏テーマは何でございましょうか。いや今週はね、はい、練りに練ってきましたよ。おただ単純な社会の裏だと、はい、やっぱり姫に怒られちゃいますからねやっぱりね、まあ姫にもですね、興味関心持っていただけるようなそんな裏話、社会の裏の話ということで、はい、今日用意してきたのですね、はい、これです。じゃじゃん。えお、たこ焼きと中国。たこ焼きと中国大好き。私たこ焼き既得 なんか大好きですよ。顔合わせです。これね、実はね、まあ、実名は出さない方がいいのかなと思うんですが、誰でも知っているたこ焼き屋チェーンってありましてですね、日本全国でいくつか頭に浮かびますね。日本全国で展開してますよ、うんうん、ね、築地みたいな、はい、分かった、はいはい、ところでこう取材をしてましたらね、で実はね、そこのねたこ焼きチェーン、膨大なそのたこを使うんだけれども、これ全てね、モーリタニアさん、あ、全てじゃない、 70%、はい、そこのたこ焼き屋さんで使っているタコはですね、モーリタニアさんが 70% 占めてるんですって。アフリカの、まあ、どこにあるかっていうと、まあ、ちょっと分かりにくいんだけども、ここにあるわけなんですよ。でどうしてかっていうと、これ理由があってね、確かにね、どうなのかな、タコっていうと、日本産っていうのかな、例えば明石のタコとかさ、江戸前もありますよね、はいはいはい、シコシコして塩で食うのが一番なんて言われるんだけども、美味しいですよね。やっぱり日本産のタコってやっぱり我々の口に合うのが美味しいんですよ、美味しいんだけども水分量が少ない。ああ、ね、だから、焼いてしまうと、たこ焼きの中に入れてしまうと硬くなってしまうんですって、結構硬くなる、で柔らかいままふっくら仕上げられるのが、このモーリタニアの、タコであって、水分量が多いんだそうですよ。だから 70% っていうことになるんだけれども、実はですね、そもそもね、このモーリタニアってのタコって、まあ、モーリタニアの人食べない、イスラム教でありデビルフィッシュっていうこともあってですね、でこれで日本が結構ね関与してるんですよ。1978年 JICA がその経済支援で、このタコ漁っていうのを、現地に根付かした。それまではタコを取る食べることないから、取ることもなかったんですね、でいろんなその経済支援というかですね、バックアップを考えたんだけども、何もかもうまくいかなかった、でもう絶望している時に、フルタイヤが、海に沈んでいたフルタイヤを引き上げてみると、そこにタコが入った、これだということで、そのタコ壺漁を、モーリタニアに持ち込んで、そこからタコがどん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 取れるようになってきたということ。よく目をつけましたね。はで結構ね、現金収入も入ってくるし、地元の人たちが喜んだ。だからモーリタニアっていうとね、この大西洋に面してるんだけども、水産物の売り上げのですね、輸出に関して言うと 86% がタコなんですよ。は今やね、そんなにですか。そんなにいってるんですよ、で日本が輸入するタコの 35% がモーリタニア産、だから大体スーパーなんかに行くとモーリタニア産とか、あるいはお隣のねモロッコ産なんていうの、っていうのが並んでますよね。姫もタコなんか買うんですか。買います買います、私好きだから。意外です。いやいや、ノドグロとかさ、いや、そ、自然にそれは召し上がりますよ、それは。食べますか。なんか腹黒のサヨリとかさ。何よ、もう腹黒。お話戻しましょう。戻しましょうね。というぐらいに日本とは馴染みが深くて、日本では堂々シェア1位ということになってるんですね。でそのことをちょっと頭の片隅に入れといていただきたいんですが、ここ近年、このモーリタニアって、中国のですね、一帯一路の優等生と言われていて、そのターゲットになってるんですよ。でちょっとね、写真出してほしいんだけども、モーリタニアの大統領公邸っていうのがありましてね、まあ、こちらがそれですか。それがそうなんですよ。でこれがですね、まあ、公邸だけじゃなくて、この中にモーリタニア議会も入ってるんですよ。はでこれが全て中国からの無償援助、無償、でお金もかかりませんよ、資材も全部中国が提供しますよ、技術者、建設者、ね、建設者も建設従業員も全部中国から行きますよということで、無償で提供されてるんですよ。あら、まあ
でこういった箱物、箱物中心にどん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 その一帯一路の名のもとに提供されている、箱物だけじゃなくてですね、びっくりすることに電子投票システムってのがあって、モーリタニアに、ね、それまで日本にもないのに、ね、でこれ中国がそのシステムから、はあ、配置から、はい、でサーバーどうも中国国内にあるみたいで、まあ、あの選挙結果も全部中国でやってあげますよっていうね、うわどっかで聞いたような話ですね、という状況にある。浅いですね。で、まあ、だけじゃなくてコンピューターシステムそのものを中国が提供していて、ね、あの民間も、はい、そのね、公的セクターのコンピューターシステムを全部中国が提供していて、はい、まあ、それを使っているという状況になってるわけなんですね。だから中国製ですよ、言ってみればね、もうぐるぐる巻きにされてしまったんですよ。でそれだけじゃなくてお金もどんどん貸しますよ AIB で、うんうんうん、で返せなくなっちゃってるんですね。で実はそのね、まあ言ってみればモーリタニアのですね、あれを支えている、ね、水産業を支えているタコもですね、タコ輸出もですね、実は中国に借金の方に取られちゃったの、その権利を。はあ、ね、借金の方に取られて、だから中国企業が今モーリタニアで実質的なそのタコ漁をやっていて、でもねそうは言ったって、まあ、真っ当なところがやってればね、いいんだけれども、はい、実は、まあ、ここでの話をみんな言わないんだ ねここだけのね、この話、だからその輸入にあたって、輸入業者が窓口にしてるのは実は中国マフィアなんですよ。だからそのマフィアがモーリタニアの中国マフィアが中国、モーリタニアのタコ漁を全部独占してるの。だからそこと交渉しない、中国マフィアと交渉しないと、ね、まあ日本はモーリタニア産タコを輸入することができないという今状況になってるんですよ。これ厳密に言うとどうなの、防貿法とか防廃条例違反じゃないのかと僕は思うんだけども、でつまり中国のヤクザがやってるわけですよ、言ってみれば、じゃあもうウォルタネって国ごとタコ部屋に入れられちゃったから、そうまいね、ほとんどそういう感覚ですよね。なんかお笑い芸人みたいだね。えちょっと似てますか。で、しかも驚くべきことに、はいはい、ね、そうするとね、なかなかお金払わないから、その賃金出さないから、マフィアは。でその結果ですね、タコ漁に従事する人が減少したの。でそういう中国、モーリタニア政府に働きかけて何が起こったかというと、はい、犯罪者いるでしょ、犯罪者に問うんですって、お前ね、刑務所に入るのがいいか、タコ漁に行くのがいいかって、でみんなそしたらタコ漁行って、わずかながら金もらった方がいいよねって、自由だしまだまで、だから犯罪者が退去して今タコ漁やってるんですって。もうすごい海ですね。そう、という状況までなってで、もう国ごと乗っ取られちゃったって、もうなんか司法制度もワークしない、ね、だからすごいよね。いくらさ、何海の男って荒くれ者って言うけどさ、犯罪者がタコ漁をやってる国ってここぐらいじゃないかなと私は。いやーねー、日本でその大借金の方に、おいマグロ漁船乗るかって、似たような遠洋漁業行くかっていう、あのね、聞きますけど。だからその一帯一路もいいけれどもと、でもそうは言ってもね、権力者にとってみるっていうと、こんな素晴らしいね、あの官邸が与えられ、議会がここでやれて、でしかもね、与党が必ず勝つような選挙システムになってるわ、ね、であるいはね、そういった国民の間から不満が起こらないように監視システム、監視カメラ、これも全部中国が提供してるんですって、はいはい、お得意のとこですね。でまた顔認証システムがとか言うんでしょうね。だから非常にですね、正常は安定してるし、安定するだろうね、不気味な安定ですね。アフリカの中国と言われてますからね、もう。いかがですか、有本さん。まあね、そのアフリカ進出に関しては中国の、まあ、何回かねこの番組でも取り上げてきましたけれども、はい、ちょっとね、たこ焼き食べるのにもなんか、なんというのかしら、ここね、こう気持ちよく食べられないですね。うん、だから中国のマフィアに感謝しながら食べたほうがいい。ありがとう、おいしいたこ焼きを。黒社会たこ焼き、やだな。そうそうそう、やだな。そんなことになってるとは、ね、本当ですね、言うほどだに存じ上げませんでした。これだけど日本の商社が入って買い付けしてるんじゃないですかね。ねえ、
で日本の商社であるとか、その大手のたこ焼きチェーンのたこ焼きチェーン自体が買い付け、直接、ね、買い付けしてるところもあるでしょうか、そうですか。だからみんなそれを分かってて買ってきてますからね、デビルフィッシュのデビルがなんか妙にリアルな響きを帯びてきそうですよね。いやだからね、皆さんも、ね、魚屋さん行ったら、森谷屋さんのたこがあったらこれ何番ですかみたいな上海版だとかさ、いろいろあるじゃん。ありますあります。ね、ね、やっぱり復権版があたりがいいかもしれないね。なるほど。真顔でそういうことをね、もうユーザーが聞かなきゃならない時代かもしれません。ということで今回の緊急社会の裏のコーナー、たこ焼きと中国という題して、底知れぬ闇について須田さんにご解説いただきました。お時間ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でございました。さあでは、後半の深入りに戻ってまいりたいと思いますが、有本さん、後半のニュースはどの話題から参りましょう。はい、そしたらですね、ちょっと独自ネタで、すいません、13番、13番、はい、こちら参りましょう。おお、池上彰氏ウイグル問題のフェイク発言で炎上とありますが、後半このニュースから深入りまいりましょう。番組独自のニュースです。池上彰氏が番組で発言したトランプ大統領に対するコメントが炎上しているそうです。1月30日放送のテレビ朝日系池上彰のニュースそうだったのかで、アメリカのバイデン大統領の就任で日本や世界は変わるかといった話題を取り扱った際、池上彰氏はバイデン大統領とトランプ前大統領を比較し、バイデン大統領は中国の人権問題に非常に関心がある、例えば新疆ウイグル自治区で強制収容所に入れられているとか、香港の民主化運動によって人々が捕まっているとか、トランプ大統領はこれまで何にも言ってこなかった、全然人権問題に関心がなかったと発言しました。この件に対しネット上で批判が殺到、フィフィ氏をはじめとする著名人もこの発言に疑問を呈する事態となっていますと、こうなっておりますが、これですね、私今日発売の夕刊フジのコラムにもこれ取り上げまして、というのはもう数日前のこれね、炎上ネタなんですけど、まあ、ちょっとこれはさすがに看過できないということで、テレビ朝日側にも、問い合わせをしました。そうでしたか、で、その回答も